今日はテレフォンイングリッシュをやりたいと思います。テレフォンイングリッシュではネイティブの先生と歌を歌ったりお話をしたりして英語でのコミュニケーションを楽しむことができます。今日のテレフォンイングリッシュはブックスリーに行きます。この前からステップバイステップも3の DVD に行ったので、ブックレッスンの方も3番をに入ります。4お願いします。行くよ。本当だね。しかも待ってるよね。オーガル待って。お待たせしましたってさ、いつも待ってる。 Where are Daisy and Goofy? Where? キッチン。おお、いいじゃん。 They are in the kitchen. In the kitchen. They are in the kitchen. チキン。What's Daisy looking at? おー、いいじゃん。お料理の本は Cookbook。 見て、 Cookbook。 はい、ご自身でやっていただきたいと思います。ご自身で、自分でってこと。 WSYN。うっかり先生の言葉を聞き逃してしまったようです。せっかくなので、もう一回言ってくださいと英語で伝えてみましょう。Can you say that again? Can you say that again? Sure. And what's she holding?今回は聞き取れなかったところを英語で聞き返し、会話を続けることができました。Thank you for watching! Bye 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 bye!